カユチャレンジ。今回はデータを整理してたら昔のね写真が出てきた。みんなちっちゃい時そういう写真で面白いのがちょこちょこあったから、みんなでさちょっと振り返って見てみようと思って。ちっちゃい頃の写真あるけど、みんな覚えてるかなと思った。あと覚えてる。じゃあ早速これ見ていくよ。はい、これじゃあ1枚目。はい、これだーれ。正解はライガでした。え、よっしゃ。これ誰？こっち。誰？マシロ。マシロ。みんなマシロ。フーガ。これはスミレです。え、髪の毛濃くね。では次はこれ。フーガ。フーガ。フーガ。これはフーガ。わかるんだ、みんな。わかる。フーガ。わかるんだ。じゃあ次。これ誰だ？そうそうそう。ソラ、ソラ。誰だ？リル。わかんない。あ、ソラ。ソラ君？女の子っぽいよ。リルちゃんじゃん。正解はリルちゃん。やっぱり。次は？これ誰？ソラ。ソラ君？みんなわかるね。これ。じゃあ次。これ誰？あ、誰か。マシロ？マシロ？そう、これはマシロ。じゃあこれをみんなの写真を比べてみるよ。こんな感じ。どう？誰か似てる？似てない。みんな似てんじゃん。みんな似てるよね。だいたい同じ生まれた日にちあたりかな。マシロだけは保育器入ってたからちょっと日にちずれちゃってるけど、みんなシワシワでしょ。シワシワ。次はね、これ。かわいい。あ、これじゃね？鼻水か。そう、鼻水から。これじゃね？これ？これ？そう、ないかないか。汚ねえな。何が嫌なの？何が嫌なの？いや、どうぞ。フーガ。どれ？フーガ、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 フーガ。かわいいじゃん。かわいいよね。フーガ。これフーガ。ここだ。スミレ。リルね、リル。リルちゃんだね、リルちゃん。なんか面影があるよね、ギルちゃんの顔が。面影がある。はい、じゃあ次。あ、これだ。トラくん。トラくん。トラくんね。毛薄い。髪の毛全然いい。そう、全然なかったんだよ、この時トラくん。6ヶ月ぐらいの時ね、毛薄かったんだよね。じゃあ次いくよ。かわいいよね。かわいい。かわいい。そこら辺の誰かさんとは違ってかわいい。じゃあ次いくよ。いいよ。これライガ。これライガ。いつもね、ライガはね、ご飯食べながら寝てるんだ、いつもライガは。そうなんだよ。じゃあ次。これ。みんなのパンツとか靴下とか入ってると引っ張り出してね、こらえて、あーって顔。フーガ一番可愛いんだけど、小さい。じゃあ次。あ、リル。リル。顔似てる？一瞬真っ白かと思った。リルちゃんと似てるんじゃない？なんか似てるんだ。
妖怪みたいな。妖怪こいつだよ。じゃあ、ね、かわいい。髪の毛がさ、うるさいな。じゃあ次行くよ。じゃあ聞いててくださいね。初めてのコンテンツ更新。ガチマスク。これね、前髪が長すぎてうざくて自分でハサミで直近切っちゃったんだよ。誰が？ライガが自分で。めっちゃ良くない。良くない。じゃあ次くない。次誰かな。あ、写真撮るときいつもこの顔するの。写真撮るの。はい、次これますよ。チーズってなんかバーチャルでしょ。わー。ソラ、ライカ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 、ソラ、ライカ、ライカ、ソラ、ライカ、ライカ、ソラ、ブー。可愛い方がソラ。ブこれでいいの？うわー。まだ味ちゃんと髪の毛変えてあげて。ということで、これが全てです。これ終わり。そう、これで終わりです。なんでさ、見たい？ちょっと見たかった。見たい。動画終わったら見せてあげるから。ね。はい、終始スミレの期限。ね。お怒りじゃん。キモいじゃん。うまいね。今日振り返って。なんでやるんじゃないか。バーガー。
閉めた、はい、終わり。ねえ、まあ昔のやつ振り返ってどうだった？もう可愛かったね、面白かった。可愛かったけど、セミのやつがまあ、あれはあれ、あれはあれでも可愛いんだよ。うん、可愛いんだよ。まあ将来ちょっとあの写真見ると不安になるけどね。途中でメンチ切ってるやつ見てちょっとパパの血ついてんなっていうの思っちゃった。じゃあ今回は昔の写真見て思い出にちょっと浸ってみたっていう、うん、まだ見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。